驚いたな。信じられない。緑が生い茂ってて小鳥までいる。私の自慢のアトリエへようこそ。ここはお気に入りの庭園なんです。見てってください。私は秘密の作業場にちょっとこもってますね。こんな綺麗な場所今まで見たことない。珍しい植物がこんなに育ってるなんて本当に特別な場所だ。リリーがこの場所を大切にしてたのがわかる。ああそうだな。あいつにとっての楽園なんだろう。こんな場所があるとはな。